こんばんは。ここは室蘭です。室蘭といえばやはり工場夜景が有名ですが、今からそれを見に行こうかと思います。ちょっとね、徒歩で30分ぐらいかかって、しかも山登る感じになるんで、荷物をねこれぐらいに減らして行こうかなと思います。忘れ物を取りに2回も部屋戻りましたよ。バカなんじゃないのかな。折りたたみ傘忘れたな。もういいや、本当にダメだな。まあともかくこんな感じの坂はね、30分ぐらい歩くと着くらしいんで、まあ、30分ならね歩けるよ。バスで行くようなとこもあるんですけど、ちょっとそこだと帰りのバスがなくてね、じゃあ行かずに測量山だけ行って見てこようかなと思います。測量山って歩いて行くしかないのかな、車か。バスとかで行くルートないっすよね。本当に港町らしい室蘭とはかけ離れたところだな。見てくださいよこれ。 夜景見に行くっていうのにまだ明るいじゃないと思うかもしれないですけど、夜景は確かに好きですけど、夜景のちょっと手前の暗くなっていく先が一番やっぱり美しいですよね。あ、でここを曲がる。でもさっきの坂が急だっただけで幾分か楽になりましたね。今向かっております測量山がですね、199.63 メートル、まあほぼ標高200メートルぐらいの山だということです。あそこがおそらく測量山の展望台があるあたりだと思いますけど、まだあそこまで登っていくわけか。で、こっちは左方向ですね。あと 0.5 キロ。標識を見るとバスが通れないということですね。だからバスが運行されてないのかな。ここまで運行してくれればいいのにな、せめて。着きましたよ、山頂広場入り口。ここ登っていけば山頂だと。あれ、誰もいない。そんなことあるの？これを見る限り、あれが駒ヶ岳見えるじゃないですか。さっき特急で真横通過した時、全くもって見えませんでしたけどね。だいぶ天気が回復してきたようです。それからこれを見る限り、ここにあるんですけど、この辺りですかね。この辺りに羊蹄山が見えるらしいですけど、さすがに今日は厳しいかな。でも見てください、これ。この雲がかかってる感じ、こんな幻想的な景色あります？晴れの日よりもしかしていいかもしれない。この測量山という名前は明治5年に札幌本堂という通りを作るときにですね、この山に登ってどこに道路を引こうかなと見当をつけたってことから、測量山というふうに、まあ最初は検討山と呼ばれたんですけど、後に測量山というふうに呼ばれたそうです。またこれまで見てきました通り、この測量山周辺にはご覧の通り野鳥とかですね、植物など自然がかなり豊かな山というふうになっているそうです。札幌本堂というのは函館から続きまして、この駒ヶ岳のふもとにある森というところから、この室蘭までを船で連絡して、また今の鉄道と同じようなルートで札幌の方に向かうというような道です。そしてあそこにあります小さな島、あれを大黒島というふうに呼び、またここに架かる大きな橋を白鳥大橋というふうに呼びます。この辺りが崎森ふ頭と呼ばれるふ頭でございます。また反対側にはご覧の通り、数多くの製鉄所やセメント工場などが見られ、これが室蘭の代表的な工場夜景です。この白鳥大橋のところから入江になっておりまして、ここが室蘭港。陸続きなのはそこら辺だけですけども、いちいちこの辺にある工場からあっちの方にぐるーっと行って、この辺にある工場からもぐるーっと向こうの方で車で行ってっていうのは相当大変で、しかもあの辺りの渋滞がひどいということで、ここに橋を架けまして、ぐるっと道路を回れるようにしようっていうのが、あの白鳥橋を架けた理由だそうです。そして白鳥橋の先には高速道路の室蘭インターがありまして、そことの接続も良くしようというのが狙いのようです。ここが室蘭港を見渡せる展望台ですが、ここにさっき人がいたんで、まあちょっと静かめで行きます。どうですかこの夜景。夜景とかまだ夕景ですが、この辺も美しいよな。時々こういうオレンジの光があるのがいいですよね。今日はやはりこの雲ですよね。雲がいい感じに出てて、なかなか見れないし、ここもちょうど工場がたくさんある場所ですけど、霞がかってますね。これはこれで幻想的な風景。
さっき何人か来てた人がいましたが、もういなくなっちゃいました。もうちょい真っ暗になるまで見てみたいですね。でもこの時間の景色がやっぱ一番綺麗だね。空がこの青くてね。どうですか、もう行ってみたくなったでしょう。またさっき工場らしい景色があんま見えないって言いましたけど、見えるようになってきましたね。雲が晴れてきて、やっぱ夜になると晴れてきますよね。このように工場の煙でいいのかな、蒸気かもしれないけど、が見えていたり、ここら辺がやっぱり室蘭といえばあの夜景のあたりですね。見てください、ご覧の通り雲が流れてきました。霧っていうのか、でも雲でしょ、こんなに高い山なんだから。今日はそんな日のようです。さすがにもう結構暗くなってきたんでね、カメラだともうちょい青く見れるんですけど、実際もっと暗くてね、そろそろ帰らなきゃいけない頃かな。もうすぐ8時になるところ。でもいいものが見れましたね。というわけでホテルに帰ることとします。最後にね、撮った写真をお見せして終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。